虚空を貫く石の巨塔。その巨大な建造物はケージと呼ばれていた。 起きたのね。そう、やっぱり声を失ってしまったの。 Thank you.
あなたが失ったのは言葉だけじゃない。それは自分でも分かっているでしょ。今のあなたは多くのものを失っている。だからそれを取り戻しに行くのよ。ずっと喋れないままじゃ困るでしょ。これは始まりの階段。あなたが囚われているケージへの入り口よ。ケージはとても巨大な建物よ。あなたが目覚めた場所も、今いるこの砂の領域も、全体のほんの一部に過ぎないわ。ここはケージっていう場所なの？さあお待ちかね、夢のお時間でございます。はあ、うんざりするね。私たちは管理されて暮らしている。この体も感情すらも自由ではない。残されたわずかな選択肢だって自分の意思で選べるとは限らないわ。俺の見ていた現実は偽りばかり。俺はただ普通の幸せが欲しかったんだ。自由なんて初めからないのかもしれない。今は神など相手にしている暇は。向こうの僕とは違うんだ。これが私の気持ち、私のしたいこと。奴らを滅ぼすまで年に焼き尽くし、これでまた花を潰せる。何への怒り。敵は皆殺しだ。行きましょう、最後のかけらを取り戻しに。